励まし合う、そして信じ合う。ボーリングを通じて学びました。今日のグッドサインは、ボーリングで育む絆、川端さんご夫妻。札市にあるボーリング場です。仲睦まじいご夫婦での練習風景、川端さんご夫妻です。よく来られるんですか、ご夫婦？週1回か2回。思いっきり投げてパーンと弾き飛ぶストライクの気持ちよさ。ご主人の川端俊宏さんは66歳、妻の由紀子さんは4歳年下です。お二人は2023年11月に開かれた県内屈指のボーリングトーナメントに共に出場。なんと奥様は予選を3位で通過し、準々決勝まで駒を進めました。あの時はもう全く欲がないというか、もう上手い人ばっかりなんで、周りはおばあちゃんが中学生に勝てるんだよ。そう、孫4人もいるのにな、うんうん、え、そうなんですか。孫4人、あ、4人、うん、由紀子さんの準々決勝は最終フレームまでもつれる大接戦。10番ピンが残ってしまい、惜しくも敗れます。でもこの敗戦でますますボーリングが好きになったといいます。楽しかったです。でも悔しいです。あのこういう歌なんですけどね、あの山本さんに勝ってた、優勝できてたって言うんですよ。かもしれません。夢は大きく。来年予選も難しいと思いますよ。ご夫婦がボーリングを始めたきっかけ、それは子供たちの自立。子供と遊ぶのが趣味。休みになった子供とどっか連れてったり遊んだりするのが、うん、好きだったんですけども、子供がもうついてきてくれなくなって、でハンディ50あげるからボーリングしよう言われて、やったら負けたから悔しいから、なんか悔しく勝ったみたいで、うん、でそれでマイボール作って、マイボール作ったら上がるようになって、スコアも上がって面白くなってきて、2人とも続けで大会も出るようになったという感じですかね。家族の形が時間とともに変化をしても、夫婦の絆は変わらないと川端さんご夫妻は言います。いいこととしてはやっぱり話題にこと書かない、うん、最初下手な時ってめっちゃいろいろなんか学ぶことがあって、上達の幅が大きいからなんかすっごい楽しかった、最初、うん。今度ダブルスあるんで、ダブルスが楽しみなんですけどね。俺さえちゃんと投げれたら大丈夫でしょうか。う来今度は今度頑張ってもらう。今度頑張らんとね、互いカバーし合うっていうもんね、大切やからね。共に支え合うことの大切さ、スポーツを続ける理由の一つが見つかったような気がします。